マスード・ショジャエイ・ソレーマには、イラン・シーラーズ出身の同国代表サッカー選手。ポジションは MF。ペルシアン・ガルフ・プロリーグ・トラーク・トゥール所属。ポジションは、サイドハーフでトップ下や、ウィングもこなす。シーラーズに生まれたショジャエイは、19歳の頃に、地元のサナト・ナフとアーバー・ダーン FC で、プロキャリアを始め、翌シーズンに、サイパイ FC へ移籍した。 20歳の頃にチームを去ることに疑問を感じていたが、いとこのサミに、世界的な名声を得るなら、戦い続けろ、と言われたことで考えを改めた。サイパーで3シーズン過ごし 2006FIFA ワールドカップ後、同胞のラスールハービーと共に UAE リーグのアルシャールジャ SCC に1年契約120万ドルで加入。10月3日のエミレーツクラブ戦でリーグ初得点を決めた。 2008年6月23日、以前からドイツの VFL ボルフスブルクとイタリアの SSC、ナポリから関心を寄せられていたが、同胞のジャバド・ネクナムと共に自由遺跡で、スペインの CA をさすなえ3年契約で加入。この取引には、最初の1年半は600万ユーロ、以降は350万ユーロに減額とする、バイアート条項が含まれていた。 2008年8月31日、ホームで1から1と引き分けたビジャレアル CF 戦でリーガデビューを果たし32分プレーした。加入してから2シーズンは主に途中出場の役割が多かったが、ホセアンヘル主眼だからホセアントニオカマーチョに監督が交代すると先発の座を掴んだ。2010から11シーズンは再びレギュラーとしてプレーしていたが、 AFC アジアカップ2011に参加するため、約1ヶ月間離脱することになった。5月下旬に、クラブと年次更新のオプション付きで2シーズン、契約延長した。負傷により、2011から12シーズン全試合を欠場した。サイパー FC での素晴らしいパフォーマンスから、U-23 代表に招集され、さらに A 代表のブランコイバンコビッチ監督の目を引いた。 2004年11月、2006FIFA ワールドカップ、アジア予選のラオス戦で、A 代表に初招集されデビューした。出場は、この1試合のみだったが、2006FIFA ワールドカップに、向けたスイスでのトレーニングキャンプのメンバーに選ばれ、本大会のメンバー入りを果たした。しかし、1から1と引き分けた、アンゴラ戦で、モハマドのスラキに代わり出場したのみだった。 2010フィファワールドカップアジア予選は定期的にプレーしサウジアラビア戦と最終節の韓国戦で得点を挙げた。2009年6月の韓国戦で改革派指示を示す緑色のリストバンドをつけて試合に出場したことで主力4人が無期出場停止処分を受ける出来事があった。アリ・カリミア・メフディ・マハダ・ビキア等が処分を受けたが、ショジャエとジャバド・ネクナムは 後半からリストバンドを外したため処分を免れた。6人の兄弟がおり、うち2人がサッカーに携わっている。ありがとうございます。